ちょっとさせていただきたいんですが、実話をもとにと言いましたけれども、実はこの曲は皆さん勘のいい方はお分かりになったかと思いますが、 JR 田中の三線のあの一人三線をつまびけば浮かぶその姿、あれは奥様のことですね。はい、そうです。はい、実際に本当にそのことしたんですか？あの遺言だったもんでね、はい、あの何遍か沖縄に連れて行ってたんです、うんうん、もうあの沖縄の綺麗な海に私を流してくれっていうことだったんで、うんうん、あの友達とか娘とか全部連れて行ってサンクスしました。ね、
ですね。お仕事に行かれたんですね。はい、はい、そうだったんですか。はい、そうですね。まあ、今日はね、福岡じゃないから同級生いませんけども、はい、大学時代のね、同級生もね、も一緒に来て、ね、はい、しましたね。もう奥様がね、プリマドンナだったらしいんですよ。学校で大学中でみんなのマドンナだったらしいですよ。